雨だね。E さんよろしくお願いします。ジム帰りお疲れ様だ。こんにちは、こんにちは。雨でさ、もう巻き取れた。サボリーマン。ジムで言っちゃってる。サボリーマン参上、お疲れ様だ。こんばんは。本当は絶対こんにちはだ。私も今日なんか夕方、なんなら19時ぐらい、18時19時くらいの感じ。起きる時間もその後の時間もそんなに変わんないんだけど、すごく2時半とは思えない。どうしてものび太でしょ、見えないもんね、画面外まで。画面外からこんぐらいいます。うん、バイト頑張ってね。ちょっとね、夜ね配信しようかなとも思ったんだけど、夜だとこのさ、今18時19時ぐらいの感覚のさ日にさ夜配信しちゃうと、多分そのとんでもなく眠そうにしてる気がして、今しちゃいました。お、来週から社会人ということは来週から4月。そんなことある。頑張ってね。4月か。あ、なんかうん、深夜の感覚になっちゃって。3月終わるのね、めっちゃ早い。スペラエもあと何日、26、27、28、29、30、4、5日後だね。1週間切ってるやん。みんなに会えるじゃん、会えるじゃん。今日の夜は配信しないです。多分今日私10時ぐらいにはもう眠ると思う。そうだよ、初地方スペラエだから私たちもあのワクワクとしております。もちろんね、ライブもだし地方もだし、どっちのワクワクも入ってます。こんにちはね、え楽しみ本当に。あ、プチ旅行だ。名古屋に来て食べたいものたーくさんあります。味噌カツ、ひつまぶし、ピオリン。ピオリンは食べたいというよりあのめでたい。見たいっていうね、がありますが、スペシャルライブの日はなかなか時間がないよとよく聞きます。よく聞くので、どれぐらい私が堪能できているか分かりませんが、でもその地にいるってことだけで嬉しいからね。味噌だよね、名古屋は、愛知はね。あ、考えてる？どんな姿かな？フォローありがとう。こんにちは。大阪はたこ焼きでしょ？あと串カツでしょ？は絶対食べたい。お好み焼き、粉物食べたいよね。圧倒的粉物。私もさ、今日さ雨でびしょびしょで寒いんだけど、寒っ、雨でびしょびしょになっちゃったよ。
さんのチーズケーキは、あ、すごいすごい、めちゃめちゃ映ってた。あのツアーのね、特にね、いただきました。美味しかった。めっちゃめっちゃ食べた。3つくらい、3切れくらい食べたかも。食べた気がする。たこ焼きもだし、いただきましたね。美味しかった。これ3つじゃないよ、なんかね、切っていただいてて、こんぐらいの3つ食べたかな、2つか3つ食べた。ね、あら、無音でありがとう。お、桜見れるといいね。肉まんもいいね、食べたいね。いっぱいコメントありがとう。お、お昼休憩遅めだね、お疲れ様だ。全然午後だよ。なんなら私もう18時19時の気持ちだから、もう一日終わっちゃいそうな感覚で、まだ半分ぐらいあるっていう。ラッキーラッキーと思ってる今。早起き、うーん、何時頃かな、でも7時とか8時とかだから早起きってほどではない。普通の朝って感じ、朝って感じだったんだけど。私最近ね、あの早々のフリーレンドハマりしてる。結構もう連続であの見ちゃうほどにはハマってる。完結まだ私の輪では追いついてないんだけど、もう本当に面白くて、今10話ぐらいなんだけど、朝も 2.5 話ぐらい見て、1日5話ずつぐらい見てる気がする。面白い、イラストが好き。まずね。2時間スペシャル、そんなのあるの、それ知らないやん。見よう見よう。ヘダや、見に行きました、お友達と見に行って。そう、うっ、かっと言いながら、耳と目ふさぎながら見てた。あ、1話が2時間ぐらいな、長いなと思った。そういうこと？なんかさ、私さ、サブスクで見てるって勝手に次の輪に行くのね。なんかあんま気にしてなかったけど、そういうこと？じゃあ見てるわ、スペシャル2時間バージョン。そうなんだ、知らなかった。2時間入ってる、長いなとは思ってた。あんま見てなかったな。変な家はミステリー？サスペンスどっちって書いてあったかな、って書いてあったので気になってみましたが、面白かったですよ。そう、私のお兄ちゃんも見てて、この間電話したらいて、見たって言って、見たよ、見た、見たよみたいな感じで、お兄ちゃんが声真似してた。似てる似てるとか言いながら、そういう会話をね、この間したばっかりですよ。そういえば、面白かったですね。最近見た映画はそれかな。今見たい映画ちょいちょいある、ちょいちょいあって見たいなと思って、今日も映画館行こうかなとか思ったけどやめた。やめました。わかんない、
YouTuber さん。今日ねすごくねポップコーン食べたくなったの。ポップコーン食べたいから映画館行こうかなって思った方だったのね。あの珍しく普段は映画見たくて行くんだけど、そうポップコーンすごく食べたかったんだけど、ちょっと前にご飯をしっかり食べちゃったので、あまりというか全然もう全くもってあのポップコーン入る胃の隙間がなく断念しました。雨だしやめようってやめた。キャラメルが大好き、キャラメルが一番好きかな。そう健康的、結局ね食べない、ポップコーンをねほんと食べない日が続いてるね。美月、桃か、あゆみ、私で映画を見に行ったことがあるのね。そう見に行ったことがあるんだけど、その時にすごい数年ぶりにポップコーンを食べたって感じ。食べたのも私頼んでなくて、2人が頼んでて、桃か美月が映画終わった後にいるって言われて3つぐらいつまんだくらいしか食べてなくて、ポップコーンというものを。変な家見た時もポップコーン本当は食べたかったのよ。そう食べたかったんだけど、本当にお腹いっぱいで、なんでかな、お腹いっぱいの時に映画館って映画見たいってなったりするんだよね。そうだから食べなくて、そんな感じでした。まだだから半年くらい食べれてない。食べたいね、食べたくなる。私は今ね抹茶のドーナツがもう本当にもう私の本命なので、抹茶のドーナツ、ごめんね食べ物の話しかしてなくてね、抹茶のドーナツが私のもう本命なので、 5種類くらいあるんですけど、もう絶対に全部食べたいの。絶対に全部食べたいんだけど、ね、食べようという日をね決めなきゃいけないわけよね。こうねスケジュール組まなきゃいけないんだけど、それが立てられず。本屋さんありがとう、ありがとうございます。そうだよ抹茶だけで、しかも今回の抹茶のドーナツは今までで一番抹茶を練り込んであるドーナツ生地というものがあるんですよ。これはもう食べるしかないでしょという感じでございます。そう、もう何回も調べてるから、1回でめっちゃ見てるとかじゃなくて、もう4、5回調べてる、4、5回調べてこうやってね見てる、おおみたいな感じなので、そうそうそう、1回じゃないっていうのがポイント今日も見たよ。ブロッドリーさんありがとう、ありがとうございます。ありがとう。最高じゃん。ソフトクリーム、金箔ソフトを前に京都行った時食べたな。京都に最後に行ったのいつだろう。覚えてないや。高校生か中学生かの時だったかな。そう一度に5個食べないと思うけど、食べるかまあ5日に分けるか、めっちゃ迷うよ。油断してた、ありがとう。うお、京都特集最高じゃん。
ゆみともね、そう、あゆみと食べようって言ってるので、あゆみともねご相談しながらどの日がいいかなって考えてる。この間だからスケジュール見てた、いつかいいかなーって、いつまで続くかな。いつまで続くと思う？抹茶の期間。こんにちは、こんにちは。パフェとかチーズケーキとか絶対美味しいもん。ちなみにね、私今日ね、今あのお家で抹茶の餅みたいなのを作って冷やしてます。今さっきちゃちゃって配信前になんか時間が絶妙に余ったので、絶妙に時間があったから作りました。配信終わった頃ぐらいに食べると冷えて美味しいってなると思うので、きな粉かけて食べたいと思います。配信終わりにね。作ったのは一人よ、食べるのはあゆみと多分食べる、今年も食べようねって話したので。餅はね、なんかね、餅もどきみたいな感じなんだけど、サイリウムみたいな、なんか海藻の成分の粉があって、そう、お、5月下旬、それはいい。第1弾ってことは第2弾があるっていう、この幸せな感じね、最高。というサイリウムかなっていうのを入れてすると、なんか熱に反応してなんか餅っぽくなるのね。それに味付けをしてわらび餅風になってます。魔法の粉だよ。まあね、このカロリーとかばっかりね気にするのもあれかもしれないけれども、あの水とその粉だけでできるから、これ私はあゆみにも言ったの、これもこのめっちゃいいんだよこの粉って言って言ったんだけど、あのカロリー自体がもうほんとなんかもう10以下3とか0か3かなんかそんぐらいしかなくて、粉で。で食感は餅だし、味付けもなんかお砂糖とかいろんな味付けの方法あるんですけど、あの今さカロリーのない砂糖とかよくあるんですね。そういうのとかを入れるともう0キロカロリーに近い形でわらび餅が食べれるっていう。しかも私はその抹茶の粉を入れているので、あの抹茶が食べれるっていうので結構たあのお気に入りです。サイリウムっていう魔法の粉、ええやん、ええやん、ええんですよ。あゆみんじゃなくてあゆみに言いましたね。あゆみんには言ってないな、あんま食事系の話しないかも。あゆみと私のさ好みが似てるから結構共有し合うって感じかな。あ、いいかな。そう、さっきは貴重な抹茶を使いました。そう、食物繊維豊富っていうね。まあ気休めですけどね。あら、あゆみのモーメントまだ見てない。モーメント、嬉しい。抹茶好き最高、いいよね。あら、ここにあるよ、嬉しいよ。レシピはどこで仕入れるの？オリジナル、まあ、分量はもうオリジナルになっちゃうけど、そのレシピ自体はなんかネットとかで出てくる。パラシュートさん、よろしくお願いします。ドーナツね、食べたくなるでしょ、私の配信お腹すくから。
昨日はチャーハン作った日かな。分量はオリジナル、材料は基本あれだけど、材料も場合によってはもう適当、必要な、もう絶対に必要なもの以外はもう入れないかも、入れないというか自由に作っちゃってる。チャーハンいいね、チャーハン美味しいよね本当に。今日も何か作ろうかなって思ったけど、ちょうどなんか買い出し行ってなくて、何しよっかなって思ってる。雨だとさ、なんだか必要最低限の動きしかしたくないよねと思ってやめちゃった。え、オムライスいいね。オムライスの材料あるかも、そういえば。ご飯炊けば。そう、雨なんよ、雨なんよね。いや、まあ、さっき外出てたからちょっとね、ズボンとか濡れてんだけど、出てたとはいえちゃいますね。もう荷物を濡れる範囲を広げたくないというあのところから、あの今日は買い物やめました。雨だよね。オムライスいいな、オムライス。お家にケチャップない私なんか冷蔵庫のものどんどん言いふらしそうで恥ずかしいからやめよう、この話どんどん言っちゃう、何でも喋っちゃう。はあ一人暮らしのさ、ね、なんかモーメントの続きみたいになっちゃうけど、あるあるとかそういうわけじゃないけどさ、私の場合はね、調味料をさ揃うのよ、一回揃ったりするけど、なくなったらね、一時買わなくなっちゃうの。一時ない、また買ってゆっくり使って、一時ないっていう感じです。なんとかなる、そうなんとかなるのよ。欲しいね、ゼロじゃないからね、食料もなんとかなるので。冷蔵庫空っぽ、うん、落とそう。ケチャップの自作どうやって作るんだろう。トマト煮詰めてコンソメとかかな、水分なくなるまでみたいな、ペースト状にみたいな感じなのかな。頑張ってね、お仕事。うん、買い出し特に決めてないよ。なんかキャベツ食べたいとか思ってキャベツ買ったり、あの昔はね週1とかで買い出しの日みたいなしてカゴいっぱい買ってそっから消費とかしてたけど、もう最近はなんだろうな、この間は鍋食べたいと思って鍋の材料買うじゃないですか、お肉と、まあ、お野菜とキノコ類と買ったら、まあ1回じゃ使い切れないからその残ってる材料で別の料理作るとかぐらい。毎日自炊じゃないからね、そうなんだかんだで外食というかお弁当いただいたりという日もあったりすると、うん、たくさんは冷蔵庫に入れていられないから。3年目になるの、すごいね。ニアジョイ歴イコールそうだもんね、私が福岡から離れた年数だもんな。私お弁当全部好き、どのお弁当もねすごく好きだし、その日まで、その日その時までお弁当がわからないっていうこのドキドキが楽しいので全部好きです。
ね。染まってないよ。めっちゃハゲた面話すよ。クロロさんありがとう。I love you。ありがとうございます。お弁当の前にいるのはね、お弁当の種類決められないの。だいたい2、3種類置いていただくことが多くて、本当に決められなくて、まあ、肉か魚があったらまず魚を選んだりっていうのもある。どうだろう、あんまイメージないけど、2つ食べてるイメージあるのはあゆみんかな。あゆみんが食べてるイメージある。好きなもの食べてるんだと思う。とりあえず、あんまりないかな。うん、あんまり取り合うことがないかも。まあ、同じタイミングでご飯を食べる時がなくて、大体なんかスケジュール的にずれてたりするし、うん、まあ、争う。宮中はね、みんな食べる、本当に食べるよ。私もたまに、最近は減ったけど、昔はなんかほんと丸々2個食べてた時があった。美味しくてーと思ったけど、最近は食べてないかな。うん、ありがとう。サイン会ね、みんな細い、本当にそう。日によるね。なんかさ、ライブの直前だと、あの、食べ過ぎると動けなくなるから、ライブ前は食べないかな。食べ過ぎないようにしてる。うん、あとまあね、ライブ前結構詰め詰めになっちゃうから、どういう時があるかな。合間の時間が多い時とか、休憩時間が長めの時とかは普通に食べるかも。ニャジューラーメン部一番活発よ、ニャジューの中で。みんな食べてる、みんなさ、あの、部員が結構活発的な気がする。すごい。わあ、すごい。ね、リカも、あゆみがさ、配信でさ、ラーメン食べる、ラーメンも嫌いじゃないけど、ラーメンとお寿司があったらお寿司を選んじゃうっていうのが本当にそうで、私がもうめっちゃわかるって感じなの。ラーメン嫌いじゃないんだけど、お寿司が目の前にあったり、お寿司屋さんとかでね、あったらお寿司取っちゃうのよ。だからラーメンを普段食べないっていうね。松さん、はじめまして、よろしくお願いします。海鮮第一、抹茶も第一。そう、お寿司の方がね。あとね、私麺よりね米が好き。麺より米かパンが好き。どちらかというと、食べれないとか好き嫌いっ
ていうのじゃないけど、なんかどっちかあるなら米かパンを選ぶっていう感じ。パスタとかも私はあんま口から、私の口からパスタって言葉出ないでしょパスタほんと食べないの。パスタで、ね、なんかあんま食べないかなって感じ。イタリアンとか行ってもパスタじゃなくて違うなんかドリアとかそういうのとか食べるかも。パンとかね。そう、私ねあんま自分でパスタって言わないっていうか言わないよ。パスタっぽくないでしょピザとかね食べる。ピザの方が好み的には好きかな、どちらかというと。ニアちゃんのおかげでって言ってくれてることが優しいね、嬉しい。そう、パスタはねほんとたまにだね。強いて言うなら明太クリームパスタ、クリーム系が好きかな。たまにボロネーゼ、ナスが入ってるさ、ナスが好きなのさ。ナスが入ったボロネーゼかな、多分好きかな。まあ、さらに言うとパスタよりラザニアこの絶妙な感じなんだけど、あパスタよりラザニア派それよりもグラタン派っていうね、あの結局ね、あんまパスタが優先順位的に私の中ではね低めだったから、たまには食べるけどね、全くゼロってわけじゃないし、たまにねリハ前とかに、私のイメージはレノンだけど、レノンがすごいねパスタ食べてるの、カルボナーラとかそういうの食べて匂いで、めっちゃいい匂いっていうので食べたくなる時はある。あら、分かりすぎる、食の好み一緒だね。ナス食べれる食べれる、私もうナス大好きなのよ本当に。ラザニア熱くてめんどいって確かに熱いけど、ホワイトソースが好き、クリーム系が。オムライスもねクリームソースとか食べることが多いかな。うん、マボナスいいよね、わかる。ナス美味しい。シチュー好きよ、自分じゃ食べないな。福岡の時は食べてた。長田さんよろしくお願いします。お弁当とかにねたまーに入ってるの、テンション上がる、めちゃめちゃ。好き嫌いないないことに自分でもびっくりって感じ。夏野菜カレー大好き。ニアジョイのみんなで、みんなでというかあのイコノイジョイチャンネルさんでしたんですよ、バーベキューというかさせていただいてて、その時に夏野菜カレーを作ったのね。かぼちゃ、ナス、パプリカ、ピーマン、何が入ってたっけ、キノコかとか、エリンギかな、焼いて T シャツそう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 隠した時を焼いてね、カレーの上に乗っけたりしたんですよ。夏野菜カレーって美味しいよね。オクラもあったかな、夏野菜、かぼちゃ、ナス、オクラ好きだね。きゅうりトマトも好き、もちろん。中華料理はねお弁当でいただくときはね、あの完食する勢いで食べる。中華料理好き、美味しい。自分じゃ作らないからっていうのもあるけど、エビチリ、エビマヨなんて最高だよね。リオカさんこんにちは、よろしくお願いします。
焼き小籠包中華街にあるじゃないですか。何個でも食べれちゃいそうな気がする。あと私ね、中華街の中華街だけじゃないんだけど、ごま団子がすごく好きで、特に中華街のごま団子って中のあんが黒ごまのあんじゃないですか。それがすごく好きなの。小豆も好きだけど、ごま団子に関しては中が黒ごまの方がさらに好きっていう感じ。さらにね、普通のごま団子も好きです。福岡に、福岡九州くらいに展開しているあのしゃぶしゃぶ屋さんがあるんだけど、そこのサイドメニューで黒ごま団子があるの。ごま団子と黒ごま団子が、それがもう本当に美味しくてね、私それ何個も、何十個、何十個は言い過ぎ、でも10個ぐらいは食べてるね。食べ物の話しかできない、できなくなっちゃってる。美味しい。九州行ったらぜひぜひ食べてね。あー、開かない。よいしょ。ミミィさんこんにちは。お腹すく。すごい、このペットボトルめちゃめちゃなんかスレスレまで水入ってた。みじゅうじの気持ちでしょ。私も本当に今日というか今がもうすごく夜な感じ。13よろしくお願いします。ブラックモンブラン。100人に7人ぐらいが分かるかな。もっとあれかな、都道府県だから47分の3ぐらいの人が分かるかな。福岡に隣接してる佐賀県のかな、分かんないぐらいのところですもんね。オリジナルじゃないよ、ローカル CM。 似てた。モンブラン食べな食べな、ケーキいいよね。そう、アンコール似てた、よかった。お、カナレなんかすごくなんか流行ってるよね。クオリティめっちゃ高いみたいなので聞いたことあります。私コンビニスイーツね、みたらし団子がめっちゃ好き。ことごとくさ、私和菓子だよね。和菓子というか和だなって今思った。和だね。カニとまじゅま食べてない、なかなかね買わなくて、すごい食べたいって衝動に駆られた時に食べるくらいしか。最近コンビニねあんま行かなくて、なんだろう、なんか必要な水とかは足りなくなっちゃってとかで買うけど、そういうの以外であんま行かなくなっちゃって。どこのとか考えたことなかった。どこも好きよ。考えたことなかった。このコンビニのこの〇〇が好きとかも、まあ、
なんか特にさ、私の好き嫌いがないからかわかんないけど、どこのごめんね、もう新鮮な気持ちで、あの新鮮な気持ちで全部美味しいと思っちゃう全部美味しい。リセットさん、よろしくお願いします。ニラいっぱい入ってるよね。確かにニラのイメージあるもん、もつ鍋といったらニラが端みたいになってるでしょうん、近くのだね、その時の近くのところによります。バイトすごい、私のお友達も何人かコンビニで働いてるって言ってたな。おにぎり最近いろんな種類あるから面白いよね。最近はおにぎり距離近い、確かに激近、目の前だもんね。便利だよ。おにぎりね、梅は迷ったら梅を買うかな。梅は好き、ずっと好き。梅おにぎり結局ね、梅に落ち着くんよっていう。一時期ね、和風ツナマヨ系ハマってたな。海苔はどちらかというとパリッと派、そっちの方が海苔の香りがある気がする。気がしてるだけね、これ。梅味とかあるんだ。裏のバーコードのところ、このじゃがりこうめーとか書いてあるのかなダジャレだよね、確かダジャレ書いてて、ね、書いてない、バーコードのところにダジャレというか。この間さ、どこだっけな、どこで見たのか忘れちゃったけど、関西付近どこだったっけな、九州醤油味もあって、それと一緒で関西醤油味っていうスナック菓子を見かけて、そう、あの全然気にしなかった、私がね言いたかったからじゃなくて、どうなってんのかなって気になっただけだからね、はい流したかのようになってた。そう、だし醤油かな、そうあって、私はさ、もう九州醤油味が定番で、もう本当に美味しいと思ってるんだけど、あの、あ、関西バージョンもあるんだと思って、あのびっくりしたよっていうお話。いろんな種類あるよね、一人じゃ食べきれないやん。私お父さんが食べてるのをなんか何枚かもらうっていうのねが好き。一人では食べないかも、スナック菓子。うん、あんまりないかもね、意外と。私ってね、甘党なんだなってねめっちゃ思う最近。ご飯さ、もうお腹いっぱいって食べるじゃん、
そっからの私デザートの時間めちゃめちゃ長いこといけるなって最近よくそういうなんだろう感じに出会うんですよ。本当に甘党だなとつくづく思ってます。うん、だから甘いものの食べ放題系あんまなんか本当数えれるぐらいしか行ったことないんだけど、もしかしたら私初めの5分10分くらいでしょっぱい系の、まあ、主食となるものを食べて食事終わりの食後のデザートっていう感覚で挑んだらすごい食べれるんじゃないかって最近思った。やってないけどね。そう、もうね甘いものがすごく好き。最初に甘いものを行くと甘いものしょっぱいもので甘いものでこうシフトチェンジするとき結構なんかドッとなんかこう胃のなんだろう動きがあるから、私はね甘いしょっぱい甘いしょっぱいで続かないんだけど、しょっぱいからの甘いのシフトチェンジめちゃめちゃ得意なのかもしれないって最近思った。友達とご飯食べててお腹いっぱいってなって、じゃあデザート食べようかってなるじゃん。その時お友達はもうデザートもうこんぐらいでいいかなみたいな感じだけど、デザートだったらぐんぐん入るぞってなるんだよね。食事の時はもう結構早い段階でああもう結構なげっぺかもって思って、もスイーツ最高。甘いのいっぱい食べたいね。私とさ、みつきがよくしゃぶしゃぶのさ食べ放題を最近今年はあんま行けてなかったけど行ってたじゃないですか。その時ねすごいタイプが分かれてるんですよ。初め同じさこう鍋を食べるじゃん。でみつきはもう甘党じゃないのね、どちらかというと。そう、甘党じゃなくて私は甘党でみたいな感じだから、一回二人ともデザートの時間を挟むんですよ。よしデザートみたいな感じで、みつきはほんと軽いもの、私はもう何かもうがっつり甘いものみたいな感じで、そっからみつきはまたしゃぶしゃぶに戻るんですね。めちゃめちゃしゃぶしゃぶに戻るの、お肉とか追加しちゃって。そう、私はそこであまりお肉に戻らず、みつきがしゃぶしゃぶ食べてる間私はデザートをなんかいろいろ食べてるっていう。時間ギリギリまでいたね、この間っていつよってね思い出せないぐらい前かもだけど。自分一人でしゃぶしゃぶ食べに行ったら寂しかった。おお、もう自由にできるくない？私も一回一人で行ったことある、16時まで。そう、朝一からずっと食べてた本当に。でもね永遠とちまちま二人でちまちまっていうか、まあ、ちょくちょくちょっとずつ食べてた。エンドレス、止まることなく二人で食べてましたよ。一人しゃぶしゃぶね行けたね。まあでも一人で食べ放題で何が大変かって荷物がね、さ貴重品とかもちろんバッグとかがあるわけじゃん。お友達と行ってたらバッグ置いていけるけど、お友達が席に残ってくれてたりするとね、一人だと毎回こう持っていかないとやっぱこう置くと不安っていうかもう怖いから、それが大変だなって思う。バイキング形式は、そうそう、全然ね一人であることは気にはならないけど、荷物的にこう席を立ったり座ったりっていうのがちょっと大変だなと思います。
パネルでさ全部頼むとかだったらいいのかもね。まあ食べ放題も最近は行ってないんですけどね。全然なんか振り切ってる。目撃情報そりゃ恥ずかしい、一人でいたとかね。私一人でいると気づかれない気がする。私って分かんない気がするんだよね。どうだろう。てか皆さんって周り見る？私ね本当にね、あの人を見なくて、その街中を歩いてる時に人を見なくて、そう全然見ないの。周り見てない。あの自分の行く道にこう行きたい方向の時にこう障害物がないかとか、そのなんだろう、人とぶつからないかとか、そういうのだけは見るけど、顔とか見なくて、全然見ないのよ。見ちゃう？うん、全然見ない。一時期ねなんか観察してた時期もあったけど、最近全く見てないです。そう、最低限なの。一人で、私独り言めっちゃ喋ってそうって言われるけど、独り言ほんと喋んないのよ。お家でいる時とか無言だよ。ニヤニヤもしないよ。友達いても気づかない。友達との集合さ場所とか、私ついてて、例えば酒についてて友達こうやってこうヤッホーって探す時とか、もう逆もあるか、もう気づかない。あの2メートルぐらいな距離になって急に友達現れるって感じ。おお、いた、おお久しぶりみたいな感じかな。本当に気づかないうん、そう、見てるつもり、探してるつもり、みんな、そう、友達とかマメバとかもだけど、探してるつもりなのよ。もうこの間もなんか気づいたら近かった、おっなんでかね、こうなっちゃうの。一人で喋ってると、まあね、確かに一人で喋ってる、喋んないね。まああんまり待ち合わせというのも最近ちょっとあったかなぐらいだけど、配信はねなんか喋っちゃうね。すごい、わっていっぱい打ってるってこと昼配信、時間的には昼だけど、私の気持ち的にはもうあの19時ぐらいなのでバッチシです。ほんと、なんで今日こんな時間早まってんだろう、自分の中だけでそう、体内時計すごい早回りしてるから今日はね。ウーバーいいね。デリバリー、デリバリーめっちゃ勇気いらない？ドキドキしちゃう。うん、もう確かに今日はちょっとね起きるの踏ん張った。頑張れー、起きろーって結構ギリギリまで寝ちゃってたかも。準備の時間その帰りめっちゃ早めで、デリバリー私も3回ぐらい、2回福岡で
回ぐらい、こっちで1回2回3回、いやほんとなんかないね、ドキドキしちゃう。もう感動した、あったかいと思って、あったかい、出来たてだっていうので楽しくはなっちゃったかな。うん、まあ楽だよね、確かに。かわいいって、ありがとうありがとうございます、よろしくお願いします、結婚してくださいさんね、疲れた時は、ああ、確かに私はなんか食料買っちゃうな、買ってから帰っちゃうことが多いかな。面白いね、面白いコメントだ自炊最近はよくするよ。お仕事の会議、おお、頑張ってね、いってらっしゃい、頑張れ。さとしさん、ありがとうございます、フォローもありがとう。皆さん、お寿司のデリバリーいいね、お寿司はいいよ、お家で食べるお寿司は美味しさがもう格段と、もう美味しすぎるよね。チャーハン美味しかった、写真ちょっとアップにしすぎた、なんかトリミングして、あの丸のね、画像にはめるのすごい難しくてさ、なんかなんだかんだでやってたらめちゃめちゃドアップになってたっていうね、そういうそういった形でドアップ写真になってました。ガチのお寿司、そう、本当に美味しかったですよ。もうこんなに美味しいお寿司をいただいていいのかと、幸せでした、美味しかった。あのね、もう本当写真で見るよりも映像で見るよりも、もう一つ一つが大きいですからね、本当にもうすごい幸せ。YouTube 撮影ほんと大好きなんだよね、どんな企画も大好き、スケジュール入ってると結構ね嬉しくなっちゃう、あ、入ってるってよ、トコさんかな、よろしくお願いします。北海道で食べたい、行きたいね、北海道、ハマチは食べた方がいい、もうね、ハマチはね、美味しさ感動するよ、ほんとに。ほんとに美味しすぎるんだから。YouTube、また見てね。ぜひぜひ。おお、お仕事お疲れ様。私 YouTube 多いのかな、そうかな、そう、どう、そうなんですかね、どうなんだろう。まあね、ありがたいことにたくさんの企画にね出させてはいただいてますね、嬉しいボンバーマン、ボンバーマン一番笑ってたかも、あの笑わざるを得ないぐらいああ、初期のね、なんじゃもんじゃも面白かったね。そう。
ゲーム系はもうさ、ことが起きるからさ、どうしても。そう、私コストコの2の動画もめちゃめちゃ好きです。うん、お、桃鉄めっちゃ面白かったよ。もうまたみんなでしたいってずっとね言ってますから。イベント起こしがち、ゲームがね本当に得意な方ではないのでそう、外でロケね楽しいですよ本当に。これね、よく覚えてるね。そうそう。みつき。みつきだったでしょ、だって。面白い。笑うとね、私ね、なんだろう。ああいう時、ああいう映像とか撮ってる時にね笑うとね、ツボ入っちゃってさ、涙出てくるんだよね大抵なんか泣いてる、泣いちゃう、笑い泣きしちゃうね。江ノ島もすごくね好きだった。江ノ島、動画では映ってないんですけど、お昼のご飯みたいな時に海鮮丼をねいただいたんですよ。もうめちゃめちゃ美味しくて、もうびっくりしましたよ。海鮮丼をいただきました。もうね美味しかったです。ありがたいです。普段はみつきって呼んでる。生しらす食べました。寿司でした。YouTube 企画いろいろありましたね。本当に私意外と運動系なくない？なんだっけ、そう、まあ泥系はみんなでの企画だったけど、運動企画はやってない。初見です、ありがとう。ペかな、ペロさん、ペロさんお願いします。運動は好きですよ。得意かどうかは分かんない。自分の物差しは分からない好きです。うん、当たっても全然、私運動好きよ。運動好きだし何でも挑戦したいの気持ちでいっぱいですからね。あ、無音ダンスね、でもう一回したい。違う曲でもやってみたい。スポーツテストかどうなるだろうね。私は下から数えた方が早そう。好きと得意って違うからね。昔はね運動してたからさ体も軽かったもんですけども、もうね筋肉がピクピクピクってなっちゃう動かなさすぎてプルプルプル。種目ドッジボールだったらいけるかな。ドッジボール以外はタタタタタタなるからね。
改善あったっけ、企画でしたっけ。うん、私一番あの叫ぶかもね。キヤーなります。運動会とかもさ、あの運動会というのは好きなんだけど、なんかこの一つの自分のこの出ている競技でこうチームの勝敗が少しこうなんだ、まあ、貢献するかこう傾くじゃないですか、勝敗が。というのがなかなかこうねドキドキするものだったから、私はね気づいたら終わってたなみたいな競技をよく選んでた。そう、なんか見るのが好きかな。そうとか、みんなで何かするとかは好き。例えば、うん、100m 走とか結構早めじゃん。一瞬でなんかこう終わるじゃん。そんな感じのも選んでた。 100m 走2年連続ぐらいでした。記憶はその2年連続ぐらいでやったことがあるかも。中3の時は二人三脚をお友達としたかな。早かったかな、わかんない、わかんないけど、ゴールテープを切った記憶はある。でもそれがいつの何だったかはわかんない。あの別のものかもしれない、別の記憶かもしれないのでちょっと何とも言えないんですが、ゴールテープを切った記憶はある。水泳は泳げるけど速くないって感じ。そう、どこの記憶か分かんない。ちょっとあのそれが 100m 走だったのかどうなのか、それはちょっと私にも分からない。うん、いつの記憶やらって感じ。もうか見てた。この女大運動会楽しかったですね。楽しかったな。走ったしリレーもしたし、リレーのさ時のお写真なんか何に載ってたんだ、なんかさすごいあの私がニコニコのさ写真が世に出てるじゃん。すっごいあのカーってニコニコの、なんだどこに上がってたんだろう、わかんない、忘れちゃったけど、あのニコニコの写真はなんか楽しそうで好き。顔が漏れてるとか漏れてないとかじゃなく、こんな走るときニコニコなんだと思って。そう、卒業アルバムに載ってそうな、あれどこで見たんだろう、何かで見たんだよなね。相当楽しかったんだろうね。あれは運動会すごく楽しかった。入場からさ、え、右足左足どっちから進むみたいなのをね、なんだろう、扉の後ろで
待機してる時にね、みんなで話して12で1が右からつく方って言ってめっちゃ細かくみんなで決めてた。可愛いよねうちらも可愛いことしてるなと思いながら。そうね、本当によ、みんな可愛い、愉快ですよ。入場ね、まだ1年目とかだったのかな、ね、そう1年目とかだったから目薬入ってなかった量が少なめでしたや、でしたや。目薬、ちょっと待って、目薬刺したい。お、うるうる。コメント見えないぐらいうるうるしてる。私目薬お家に大量にありますから。今ピエンって感じ、うるうる。え、巻いたのに巻きはどこへ。雨の力ってすごいね。巻きはどこへって感じなんだけど。あら、めっちゃ可愛い。マンサチャンネルさん、ありがとう、ありがとうございます。これはどこだかな。マウジーさんのような気がしなくもなくもなくもないような、わかんない。雨ね、雨気をつけて、帰って、冷え込むよね。パワーがあるな。そのパワーはどういうパワーだろう。目に見えない方のパワーなのか、で握力とかそういうパワーなのか。握力誰が強いんだろう。あら、飛行機いいね。飛行機からうで相撲大会結構面白そうだね。どうなるだろう。私はね、私いい戦いしそうだなって思うのは、あ、でもみんななんかやっぱ握力ありそうだもん。握力、握力、腕力、うん、誰だろうね。私と張り合えそうな子って誰誰だろうって考えたけど、みんななんか強そう。あー、アリス確かにここら辺の筋力がねないんだよね。握力がねどうしてもつかないの、どうしてもつかないの。腹筋とかはさ、なんか鍛えたらつくのはわかるけどさ、鍛えようがなくて。まあ、あるんだろうけど、全然あの中学校ぐらいしかぐらいから握力が変わらない。握力はねないんですよ。握力18920211このどこかには収まってる。
かくは覚えてないですか。重いもの、あ確かに持ち続けるとか腕で頑張っちゃってんな、腕でもう頑張っちゃって、なんかね、うん、なんかねムズムズすんの、こうやってこうやってずっとうおってなるうおってなるんですよね。そう、わかる。お、5月お願いします、ありがとう。自分ではもっと出せるという気持ちはもう気持ちは十分あるんだけど、足の握力なんてものはないけどとかだったら強いと思う。そう、むずがよい、そうなんかね、ううってなんだ伝わらず。足力あると思うよ、測ることがある、うん、測れるのであればね、結構記録はいいと思いますが。速力、みんな読み方わかんないよね、私もわかんない今できた新しい言葉みたいになってるから。頭の硬さ、私もね、あの謎々とか全く分かんないから「基礎」とか言って「基礎」魔王速さ、ひらめき、そうひらめきの。ひらめき合う、たまにあの不意に来るけどね、不意にこれをこうしたらこうなってこうなってこういうことだなってめちゃめちゃいいんじゃないのみたいな時はたまにあるけど、ごくまれにって感じ。ねっ、早く。ですね、ダジャレ好きはね、あのダジャレ聞くのが好きっていうね、はい、そっち派なんですよね。自分で作るのは得意な方でないので、聞くのが好き、いろいろな知識持ってる、豆知識は好き最近ね、あの寝ちゃうからあんまり頭に入ってないんだけど、たびたび聞いてるのが YouTube で、あの寝る時に聞くと良い雑学、豆知識みたいな、なんかそんなね、寝る時用の豆知識をなんかこうこう唱えてくれる YouTube があって、なんかそれがおすすめ流れてきて、最近それ見ながら寝てる、見るん聞きながらラジオみたいな感じで、あのただ豆知識をね、こうズブ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 ってね、あの喋ってくれるのがあるんだけど、そう。そういうのね、聞いてみたりもしてる。
まあね、すぐ私さ部屋暗くしたらすぐ寝ちゃうからさあんま入ってないんだけど、いつかは内容をねあのちょっと頭に取り込みたいなとは思ってる。そうまだね一つも頭に入ってません。寝ちゃってる、すぐ寝ちゃう。あの一つ目のお話すら聞き終わってない。雑学、うん雑学かな、そんな感じの。豆知識メンバーにはなれるかな、なりたいね。よいしょ。寝ちゃうね、わかる。本当にね眠い時ってねドラマとかアニメとか進まないからね。私この間飛行機であのドラマをねあのなんだろうダウンロードしてて、飛行機の間待ってる間見ようと思ったら、飛行機って私なんか眠たくなるなんか空気なのよ、なんか感じになるのね、眠くなるの飛行機乗ると。だからあのドラマみたいのにこうジュジュジュってもう1分進んで1分巻き戻して1分進んで1分巻き戻してっていうのを一生繰り返してて、飛行機の中でドラマ見るのを諦めました。この間は私も出発前に寝ちゃう。最近もうね寝るのが一番楽だなって思って。飛行機もさすごい座り心地とかもさ、お家のソファーじゃないからさ、さなんだろう2時間とか座るって結構苦だったりするのね。寝ると忘れるから、そんなねなんかうん忘れちゃうのですぐ寝るようにしてる。私離陸も着陸も最近気づかず、ちょっと前までは離陸してまあこう飛行機がゴビヨーンってなってちょっとまあ平行移動みたいな角度になってから眠りについてたんだけど、最近はあのもうなんかシートベルトとかそういう安全確認終わってからの終わってからなんか滑走路を走ってるじゃん、まずゆっくりその時点で寝てる。で着陸も前まではあのフワンフワンフワンっていうさアナウンスというか、着陸準備に入りますからライトも変わるしいろいろちょっと変わるじゃん、そういうので起きてたんだけど、あの最近気づかずにあのヒュードーンドーンドーンでフォローって起きて、あっあ、着いたって感じだった。もうね慣れると意外と寝れるっていうね。でもあのあれ一回耳抜きはしないと耳めっちゃ痛くなるから、音真似見てた、1時間2時間飛行機乗るのね、福岡まで多分分かんないけど2時間弱ぐらいなんだけど、だいたい1時間ぐらいの時で1回目覚める。でこう耳抜きしてこうやってうんうんってよしって感じ。あら頑張った、ありがとうクロロさん頑張った嬉しい。そうかな、なのでねコーヒーとか配っていただくと時間あるじゃないですか。気づかない、気づかないし気づいその時キャー 10% だ。私充電さしてるんですけど iPad 10% になりました。まあもう時期配信も終わるかな。そうすごい顔で止まっちゃってたかも、最近気づかないね。この間なんだ眠くなくて起きてたことがあったの、ね、起きてたらねすごい長く感じた。たところさんよろしくお願いします。フィッシュアビーフはね私まだしたことない、海外行ったことないの。フィッシュアビーフ、フィッシュって言ったいね、言ったみたい、
機内食ね。そうそう、寝てた方がいいなというお話でした。よし、充電があれなので iPad さ、あれだよね、高速充電みたいなので最近1日でもうなくなっちゃう。携帯より早い減りが。実はハワイ行けるんで、ハワイ行きのアユミンのあれでね、おかげで4時になったら誕生日しますね。あ、暑くなるんだ。まあ頑張ってるからその分かな。最近私スマートフォンの方、携帯の方はあの 100% に朝なってるじゃん。夜まで持ちますね。夜やっと 10% とかになるけど、 20% とか。最近1日1回でいい感じになってるね。すごいよね。まあね、充電ね、持ちの問題もあるよね。私多分まだいい方なんだと思う。1年、やっと1年かな変えて。多分、いや違うか、半年ぐらい。いつ変えたっけ。私携帯の容量が入んなくなって変えちゃったんだよね。まだ半年ぐらいかな、もしかしたら。いつ変えたって言ってた覚えてないや。季節によって、そうなの、今が適温なのかな、携帯によって。15いいね、画質綺麗でしょ、カメラとか。ね、あ、ツーショットありがとう。スキー場そうなの、寒すぎるからかな。寒すぎたり暑すぎたりすると確かに携帯もなんか体力使いそうだよねそう、なんかさ、ツーショットのために携帯の機種を最新のにしたみたいな方とかもかなりいらっしゃって、嬉しいか。ね、ツーショットもありがとう。どこぐらいまでね、はっきり写ってるんだろうね。距離近かったからね、結構。ぜひホームガとかトップガとか見してくださいはい、黄色だしね、なんか目立っていいかもよそう、自分の方も消さなくていいじゃん、消さなくて良いじゃないかまあ私が皆さんの立場だったら、どうだろうな、どっちの気持ちも分かるかも。なんか私が皆さんの立場だったらね、自分の部分をトリミングしてするっていうのもあるし、でもツーショットにすることで、まあ、顔は隠す隠さないは別だけど、分かんないけど、あのツーショットだからこそ今一緒の同じ空間にいるっていうのが分かるわけじゃん。その特別感はがあるから結構迷うかもそう、
あー確かに見つめ合いのね、映ってないその視線の先ね、あおー確かに確かに、そう同じ空間ってのがあるからね。うん、ね、同じ空間、自分のピンショやっちゃってみて、見てみたい。ね、本当に嬉しい、通称ありがとうございます。私の今の待ち受けは私なんですけど、これでモチベを上げるためですよ。1,2,3,4,5,6,7,8、8体の8人の村山優香がロック画面とホーム画面になってます。あ、ありがとう。時間、この間さ、お友達にね、あの突っ込まれる前に言おうと思ったの。何回かあのホーム画面からこうとか見える瞬間とかあるじゃん、友達とお話ししてて。だから言われる前にもう言っちゃおうと思って2人の別々の友達に言ったんだけど、一人の友達は「おお、これゆかちゃんだったの？」っていう驚き。だから意外と馴染んでるから正直は分かんないんだと思って、でそういうので「おのいい情報を得ることができました」と思って、もう一人のお友達、別の友達はあの言ったらあのすごい笑ってくれた。でロック画面からホーム画面に行くあの動画も撮ってくれた。そんなーと思ったけど、そう面白がってくれました。その関係性があるからこそ、その友達との関係性的に「何これ！」って言えるけど、「何これ！」って言えない感じだったらめちゃめちゃビビるよって言われた。確かにそうだよねって。ケンケンピーさん、よろしくお願いしますね。どちらもいいお友達よ。まあそりゃそうだよねって、そりゃそうかと思いながら。ではメンバーは分かんない、言ってない。どう思ってるんだろう、気づいてるのかな。あんまでもメンバーの前で携帯、結構写真撮ってとかで携帯渡すことあるけど、ホーム画面とかの段階じゃないからな。あ、意外と、なんかくしゃみでしょ、だった。そう、ジュリーに見られて言われるかもね。ジュリー、そう見てないかも、私のホーム画面とか。まあそんなこんなでそろそろ携帯の充電もピンチなので断じ読みをしていきたいと思います。13位、のりまきせんべいさん、ありがとうございます、久しぶりだ。12位、たつやくん、ありがとうございます。11位、ととまるくん、ありがとうございます。10位、カルロスさん、ありがとうございます。9位、翔太くん、ありがとうございます。4位、全然すごいことになった。3位じゃなくて。8位、なおちくん、ありがとうございます。7位、まこちゃん、ありがとうございます。6位、ゆかちゃん、ありがとうございます。5位、げんさん、ありがとうございます。4位、ブロトリーさん、ありがとうございます。3位、しょうやくん、ありがとうございます。2位、まさチャンネルさん、ありがとうございます。そして1位、クロロさん、ありがとうございます。ありがとう皆さん、よいしょ、ありがとうございました。うん、抹茶わらび餅風の謎のもの食べたいと思います。お昼&夕方、なんか絶妙な時間の配信だったんですけれども、皆さん見に来てくださってありがとうございました。優雅なお昼だった？よかった、私も楽しかったよ。 BGM にして、おー、ありがとう、お仕事もお疲れ様です。バイバイ、皆さんも、まあ午後もね
お仕事ある方、午後というか、まああとちょっとある方もいらっしゃると思うけど、皆さんのこと応援してます。お忙しい中の方もねいらっしゃると思うけど、見に来てくださってありがとうございました。またね、雨に負けずに気をつけて、あのお家までお帰りください。バイバイ、皆さんありがとう。またね。